皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、AMD ラデオン RX7600 になります。は、あんたこれどうしたの？いや、買ってきました。ということで今回は、2023年5月26日に新しく発売された AMD の新 GPU、ラデオン RX7600 のご紹介をしていきたいと思います。あんた後で話があるからね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまず AMD の公式ホームページから見ていきましょう。まずページを開くと各ゲームの平均 FPS が記載されています。Apex Legends やフォートナイト、ホグワーツレガシー、オーバーウォッチ2などの最近のゲームタイトルが並んでいます。解像度はフル HD での FPS が記載されていますね。価格帯的にもフル HD でのゲームに合わせたグラボみたいです。その下にはスペックなどが書かれていました。こちらは後ほど紹介します。ということで公式ホームページに記載されていたのは以上になります。それだけ？かなりシンプルというか、あっさりしていました。で、発売日が2023年5月26日発売だったので、発売日のお昼頃秋葉原に行って、今回はつくも EX で購入をしてきました。グラボコーナーにはいろんな種類の RX7600 が陳列されていたのですが、お昼過ぎの時点で私が購入者第1号だったみたいです。ということで今回購入してきたものはこちらになります。クロート志向のラデオン RX7600 になります。なんでクロート志向を買ってきたの？はい、今回発売された RX7600 の中でこちらのクロート志向が一番安いんですよね。価格は44,800円になります。いろんなメーカーから発売されていて、高いもので56,800円のものもありました。最安と最高で1万円ぐらい違うのね。ですです。それでは開封をしていきましょう。内箱の作りは段ボール質で安っぽい感じはあります。開けるとすぐにグラボ本体が見えます。箱の底にグラフィックボード取り付け手順書というのも入っていました。グラボの取り付け方や補助電源、モニターへの接続方法等が書いてありました。イラスト付きなのでシュラミちゃんでもわかりそうですね。どういう意味よ。では本体も見ていきましょう。はい、こちらがグラフィックボード本体となります。クーラー部分はプラスチック製でできており、エントリー向けグラフィックボードといった印象です。RX6600 を持っていなかったので、RX6500 と大きさを比較してみると、RX6500 に比べると一回り大きいかなといった印象です。それではスペックを見ていきましょう。スペックはこちら。今回は RX6600 のスペックと比較をしてみました。まず GPU コアはナビ33の RDNA36nm で作られています。前世代は RDNA27nm だったので進化しています。演算ユニットとレイアクセラレータも28から32と増えております。ストリームプロセッサーは1792から2048に、テクスチャーユニットは112から128に増加しています。ゲームクロックは2044から2250MHz、ブーストクロックは2491から2665MHz と全体的に増加しています。続いてメモリですが、容量の 8GB とインフィニティキャッシュは変わりません。ただメモリクロックは14から 18GBps に、帯域幅は最大224から 288GB 毎秒と増えています。占有スロットは2スロットで、補助電源は8ピンが1つとなります。推奨電源は RX7600 は 550W となっています。発売開始時の最安価格は、RX6600 の時はまだ高騰下だった時の流れがあったので RX7600 より高いですね。重さも測ってみたところ、568.5g だったのでハイエンドグラボに比べるとかなり軽量ですね。それでは実際に取り付けていきましょう。シュララ。それでは早速検証機に取り付けていきたいと思います。マザーボードの PCIe スロットに。どうしたの？ここにパワーカラーと書かれているんですよね。今回購入したのがクロート志向のものだったので、別メーカーの名前が書いてあってびっくりしました。ああ、確かにそれはびっくりするわね。マザーボードに取り付けて、補助電源を取り付けて、完成したのがこちらになります。LED 点灯がないので、黒ベースのパソコンにはいいかもしれませんね。確かに見た目がシンプルだから黒系でまとめるときや、大きさも小さいから小さなケースにもいいかもね。こちらが GPU-Z とタスクマネージャーとなります。GPU ドライバーや BIOS、Windows はすべて最新のものにしてあります。GPU-Z の方ですが、問題なくナビ 36nm やメモリ 8GB など書かれていますね。ただこちらのサブベンダーというところがパワーカラーになっているので、このクロート指向性のグラボはパワーカラーさんのグラフィックボードになるみたいですね。パワーカラーはパワーカラーで RX7600 を出しているのに不思議ですね。それでは検証パート行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。まずは FF14 ベンチマークからやっていきます。設定は最高設定で解像度は右から 4K、WQHD、フル HD で行いました。このグラボってフル HD が対象じゃないの？
せっかくの検証なので、4K や WQHD に関してはどのくらいかなという興味本位でやってみました。では結果を見てみましょう。まずはスコアから。スコアは6831、15460、26111となりました。スコアだけ見ると、4K はさすがに厳しそうではありますが、WQHD でも結構いいスコアが出てるんじゃないかなと思います。こちらが平均 FPS と最低 FPS となります。やはり 4K では厳しそうな数字ですが、WQHD で平均 104FPS、フル HD は 173FPS と正直、ここまで FPS が伸びるとはびっくりしました。確かにフル HD ではいいスコアだけど、WQHD でもなかなかやるわね。ですね。では次。ファイナルファンタジー15。FF15 ベンチマークもやってみました。こちらも設定は高品質で、4K、WQHD、フル HD で行いました。先ほどの FF14 ベンチマークもそうですが、フル HD と WQHD に関しては、3DCPU が結構頑張って動いている感じはありますね。では結果を見てみましょう。こちらもまずはスコアから、3909、7229、9993という結果になりました。FF14 ベンチマーク同様、WQHD とフル HD は結構数字が出ていますね。こちらは平均 FPS と最低 FPS になります。WQHD で平均 73FPS、フル HD で平均 101FPS とグラボの価格を考えたら良い成績な気もします。フル HD がターゲットと言われていますが、ゲームによっては WQHD でも十分遊べそうな結果ですね。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077です。設定はウルトラで、レイトレーシングをオンにして計測しました。では結果を見てみましょう。やはりサイバーパンクは重たいですね。平均 FPS は16、25、30という結果になりました。このゲームを快適に遊びたい場合は、設定を下げる等をしないといけないかと思います。レイトレーシングをオンにしてるので、オフにしたらもう少し伸びそうではありますね。では続いては実際のゲームもやってみましょう。マイクロソフトフライトシミュレーター。続いてはマイクロソフトフライトシミュレーターです。設定はウルトラでアンチエイリアスオフ、ダイレクト X11 で行いました。成田から羽田飛行間のフライト開始10分後に計測したものになります。では結果を見てみましょう。平均 FPS は22、42、60で最低 FPS は18、35、31という結果になりました。やはりフライトシミュレーターはかなり重たいですね。ただフル HD であれば平均 60FPS は出ていたので、かなり頑張っているんじゃないでしょうか。またこのゲームは、飛ぶ場所、時間によって FPS が結構変動するので参考程度に見ていただければと思います。では次。アークもやってみました。映像はフル HD のものですが、4K と WQHD でもやってみました。こちらは全く同じ動きができないので、リスポーン地点周辺をちょろちょろ動いてみました。では結果を見てみましょう。結果は平均 FPS は24、44、70で最低 FPS は18、33、50という結果になりました。グラフィック品質が最高でフル HD でもここまで FPS が出てればかなり良い結果なんじゃないかなと思います。このゲームに関しては WQHD 以上はできなくはないですが、設定の変更などが必要そうですね。では次。フォートナイト。続いてはフォートナイトをやりました。設定は最高設定でダイレクト X12 でリプレイ再生での FPS を測定しました。結果を見てみましょう。平均 FPS は26、56、91、最低 FPS は13、49、80という結果になりました。フル HD に関しては最高設定でも平均 FPS が60以上出ていましたが、WQHD 以上は最高設定ではなかなか厳しい結果となりました。このゲームでもっと FPS を伸ばしたければ、パフォーマンスモードなどでやるといいかもしれませんね。では次。Apex Legends。 Apex もやってみました。設定は最高設定でまずは射撃訓練場から。映像はフル HD のものになります。結果はこちら。平均 FPS は74、131、178、最低 FPS は57、110、147という結果になりました。やはりフル HD なら遊べそうですが、WQHD 以上は設定の見直しが必要そうですね。実際に戦場にも行ってみました。こちらもリプレイ再生がなく、全く同じ環境ではないので参考程度に見ていただければと思います。結果はこちら。平均 FPS は75、137、183、最低 FPS は38、91、134という結果になりました。先ほどの射撃訓練場同様、フル HD は問題なくできそうですが、WQHD 以上は設定の変更等が必要そうですね。まあでもフル HD でこれだけ動けばいいような気もします。では最後。動画エンコード。
今回もハンドブレーキとフィモーラを使って、4K5 分間の動画を再エンコードしてみました。結果はこちら。ハンドブレークは2分2秒でフィモーラは3分8秒という結果になりました。この速さで再エンコードできるならなかなか良さそうな気もしますね。レイヤーとか増えたらもっと時間は伸びるとは思いますが。ということで今回は、新発売となったラデオン RX7600 をレビューしてみました。今回は時間がなかったので、他のグラボとの比較ができませんでしたが、5万円以下のグラボがフル HD でここまでの性能が出るとは正直思っていませんでした。確かにフル HD はかなり良い結果だったわね。もしかしたら今後少しでも安くパソコンを組みたい方にはおすすめになるグラボになるかもしれませんね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。あ、あんた後で話があるからね。え